熊熊野野君公明党の熊野誠史ですえ燃料費の高騰が続いておりまして、先日、漁業者の皆さんからお話を伺いますと、2008年、燃料費が高騰して、まあ、一斉休業してまで救済措置を訴えたそうですけれども、その当時の水準まで高騰しているということでした。まあ、さらに、まあ、年当時は円高基調 だったわけですけれども、今は円安が追い打ちをかけておりまして、あの農水省としてセー,にセーフティーネット構築事業にあの補正予算で98億円積み増してされたわけですけれども、果たしてこのままの価格高騰、円安が続けば、まあ、すぐにあの枯渇するのではないかと、そういう不安の声をお聞きをしました、さらに農漁業資材の価格もかなり高騰しておりまして、 あの農業分野では、例えば肥料価格の高騰対策をもっと強化すべきだという声もあります、燃料費の高騰対策、および肥料などの資材高騰対策について、大臣のご所見をお伺いたいいと思います金子農林水産大臣。えー、原油価格の高騰対策につきましてはです、ね、あの水産の場合はセーフティーネット対策を、えー、充実させる。 ことをいたしておりまして、えー、漁業につきましては、基金に、まあ、今、議員ご指摘のように、98億円を予備費で積みますとともに急激な価格上昇に対応して、直近のですね令和3年の10月から12月につきましては、1リットル当たり平均で20円の補填を実施しているところであります。えー、また、施設園芸につきましてはですね、 燃油価格のさらなる高騰に備えまして、永住油価格で1リットル当たり約140円の水準の高騰に対応できるよう積み立ての上限を引き上げる対策を実施しております。えー、以上に加えまして、省エネ機器の導入に対する支援策の拡充なども実施しております。この省エネ機器を導入しますと、ね 50%あの節約できると言うんですよ、で今回は前は機器の設備だけでしたけれども機器、機器の本体だけでしたけど、今回はそれを取り付けるものについても補助金を出すように出しております。それからですね化学、えー、医療のの原料の国際化学につきましては まあ農業現場における土壌診断に基づく適正な私費や、対等のです、ね、国内資源を利用拡大など、化学医療のまあ節減に資する取り組みへの支援を令和3年度の補正予算で、職員をお予算で処置しているところであります。まあ、いずれにしましてもです、ね、大変な急激な、えー、高騰ということで、 現場も非常に混乱してますんで、今後、のどのような形でやれるか、具体的な施策を4月の末にを目処に取りまとめていきたいというふうに考えております熊野誠司君。ありがとうございます。さまあ、様々に対策を取っていただいているということですけれども、あの先ほど大臣の方から、急激な変化に対応できるように検討をということですので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 次に、あのウッドショックによって、輸入木材が入らなくなって、その使用量が減少し、その分、あの国産木材の使用量が増えたのではないかというふうに私は思ってたんですけれども、あの林野町の国内製材工場の出荷量の資料を見ますと、あのウッドショック前までの水準には戻ってますけれども、それ以上にはあの出荷量が増えてないようであります。こののウッッドショック以降のですね あの国産木材の伐採量、供給量はどのように推移しているのか、教えていただければと思います林野長官いわゆるウッドショックについてご質問をいただきました。えー、先生、ご指摘のとおり、令和3年3月頃から、世界的な木材需要の高まりやコンテナ不足等による国際的な需給の逼迫により、木材の輸入量が減少し、我が国においても輸入木材、 さ,さらには、国産材の製品価格などが高騰する、いわゆるウッドショックと呼ばれる状況が発生してございます。令和3年の国産材の原木の生産量についてでございます。この,あの統計の数字は毎年9月ごろ、公表予定ということでありますが、すでに公表済みの月別の調査によります製材、合板工場への国産材原木の入荷量から、 令和3年の製材合板用の原木生産量について推計をいたしますと、令和三年は対、令和2年比では112%程度と見込まれますが、令和元年対比では101%程度というふうに見込んでいるところでございます熊野誠司君えと。同じく林野町の資料を見ますと、国産材製品価格。 が杉経理柱角の価格がウッドショック前では5万6千円一流部あたりが昨年の8月には13万5千円の値がついてます、これだけ価格が上がればですねあの森林所有者や林業従事者が伐採増産に向けてモチベーションも上がってもう少し目に見えるような形で。 増産が進むようにも思いますけれども、今101、101%ということでしたので、あまり増産が進んでないのは、なぜなぜんでしょうか安藤長官先生ご指摘の,あの状況につきまして、令和林野庁におきましては、正確な受給状況を関係者により共有していただくため、去年の3 4月から、 今年の1月にかけて3巡にわたりまして川上から川下までの関係団体による協議会を中央及び全国7地区において継続して開催をしてきてございますさらに今年の3月にはロシアウクライナ情勢の影響も踏まえ都道府県の木材関係課長などとの 情報共有のための会議を実施をいたしておりまして、とにかく正確な価格需給の状況を広く共有していただくということが大事だというふうに考えております。まあ、こうした場においてです、ね、さまざまなお話を伺うわけでありますけれども、原木生産を行う事業者などからは、いわゆるウッドショックについて、これはいつまで続くかわからない中で、人や機械への投資になかなか踏み切れないんだと。 言ったような意見を伺っておるところでありまして、まあ、こうしたことが増産が大きく増加しない理由の一つとなっているのではないかというふうに考えておる新たなあの森林林業基本計画では、国産材供給量の2030年までの目標として、まあ、現在の3100万リウ米から4200万リウ米というふうにこう掲げています。 でウッドショックによって価格も上がってニーズも高まったにもかかわらずあのまあ実績で見るとあの国産材の供給量が思った以上にはまあ増えていないとで今、いろいろ理由もお話しいただきましたがほ、まあ、他にもさまざま増産的な理由はあるんだと思いますけれどもあの目標をです、ね、達成するためにもです、ね、このウッドショックをぜひチャンスと捉えてあの国産木材の供給量を増やすための取り組みをです、ね、今以上に 取り組んで力を入れていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか安藤長官。私ども、あの先生と全く同じように考えておるわけでございまして、国産材の供給の拡大に向けましては、供給力の強化に向けた取り組みと合わせて、安定的な需要の確保にかかる取り組みを一体的に進めることが重要というふうに考えておるところでございます。 原木の供給力の強化に向けましては、上えんなようでもありますけれども、やはり、路網の開設改良や、高性能林業機械などの導入、林業労働力の確保、育成といったものを図っていきますとともに、安定的な需要の確保に向けましては、工務店などにおける設計施工場の工夫による国産材への転換促進、 国産材の供給力強化に向けた加工流通施設の整備などに取り組むことが必要というふうに考えておるわけでございます。えー、これらにつきまして、ですね令和3年度の補正予算、それから令和4年度の当初予算なども活用して、これらの対策を講じていくことで、引き続き国産材の安定的かつ持続的な供給体制を確立し、海外市場の影響を受けにくい需給構造の構築を図ってまいりたいと考えております。 熊野選手君ありがとうございますぜひよろしくお願いいたします次の質問に移ります農産漁村の振興に情報通信環境整備は必要不可欠と思います今はネットが当たり前ですのであの農産漁村に若い人を呼び込もうと思えばネット環境の整備にあの取り組むべきだというふうに思います大臣のご所見をよろしくお願いします金子農林水産大臣 えー、少子高齢化、人口減少が進む農産漁村の振興を図っていくためには、若い人を含めて、えー、住民の皆さんが安心して住み続けるための生活インフラとして、情報通信環境を整備することが重要と認識しております。えー、地域インターネット環境を整えるために必要となる、基幹的な情報通信環境の整備につきましては、 総務省において支援が行われておりまして、その上で農林水産省といたしましては、農村地域において、えー、農業農村インフラの管理の省力化、高度化を図るための情報通信環境の整備に支援を行っているところであります。えー、情報通信環境の整備につきましては、食料農業農村基本計画においても、 推進していくこととしておりまして、農林水産省といたしましては。引き続き関係省庁と連携を取りまして、取り組んでまいりたいと思います。倉田誠司君。ネット環境整備に関して、あの農水省で何か使える予算はないのかなと思っておりましたら、今大臣おっしゃっていただきました。あの対策事業というものが、令和三年から開始をされておりました。ただまあ、この予算はあくまでも。 農業農村インフラの管理の省力化、まあ、高度化のための予算ですので、えー、農産、農産、漁村地域におけるま個人レベルでのネット環境の整備に使える予算ではないということは理解しておりますけれども、あの農水省としてあの農産漁村へ人を呼び込みたいということであれば、あの個人レベルのネット環境の整備をですね、あの総務省だけではなくてですね、やっぱり、 農水省としても、後押しを是非していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。牧本農村振興局長。 お答え申し上げます今、委員からご指摘いただきましたように、この農林水産省で行っております、この情報通信環境の整備につきましては、えー、まあ農業、農村インフラの管理の省力化、高度化を図るために、この光ファイバー、あるいは無線基地局等の整備をご支援をしているところでございます。一方、この整備した通信施設につきましては、農業、農村インフラの管理に活用しつつ、直売所、また交流施設の情報通信環境など、 地域の活性化のためにご活用いただくことも可能となっているところでございます。引き続きまして総務省など関係省庁と連携をいたしまして農産漁村の情報通信環境の整備を進めてまいりたいと考えております。熊野政志君あ、ありがとうございます。あの、えっと岩見沢市とかえっと長野県の塩尻市ではすでにあの自治体が先行して農村地域における情報通信整備を行って。 地域の活性化に資する取り組みを展開しているともお聞きをしましたどのような取り組みか教えていただいてよろしいでしょうか牧本農村振興局長 お答えを申し上げます、まあ、委員ご指摘がありましたようにです、ね、各地で非常にあの進んだお取り組みが見られるところでございますけれども、まあ、そのような中で、岩見沢市におきましては、市街地に加えてです、ね、平成9年度から小中学校や医療福祉施設、主要公共施設を結ぶ光ファイバー網の整備が行われまして、平成,平成30年度には、農村地域の無線通信環境を構築をしているところでございます。まあ、これによりまして農業者の皆様方が ですね、この農機の自動走行など、スマート農業に取り組むことが可能となりますほか、ね、市におきまして、児童の登下校情報の保護者へのメール配信、あるいはアプリによるデータを活用した健康管理サービスの提供、稼働となるなど、市民の生活の質の向上につながるような取り組みが展開をされているというふうに聞いているところでございます。一方この長野県塩市市でございますけれども平成12年度に市全域の 光ファイバー網が整備をされまして、これを基盤として、平成18年度には無線通信環境を構築したということでございます。これによりまして、河川水位、循環バスの位置、鳥獣の捕獲検知、児童の登下校状況、まあ、こういった情報がです、ねまあ、取得可能になるようなサービスが展開をされているというふうに伺っているところでございます田誠史君ありがとうございます。あの先ほどの 大臣からもご紹介いただきましたけれども、えー、といわゆる情報通信の、えー、と情報通信、えー、環境整備、えー、事業というものでも、まあ、地域の活性化ということも図っていけるんだということもございましたし、また今、あのえー、岩見沢市とか塩尻市で、まあ、自治体を挙げて、ネット環境をつそのつ、情報通信環境を整備することで、 それが例えば鳥獣被害のことでありますとか、あのスマート農業であるとか、まあ、そういったとことも展開できているということで、あのまあこういったことをしっかりと農水省の方でも把握をしていただいて、まあ、それをしっかりとあの農水省の施策にです、ね、反映をあのし,ていただし,していっていただいているということについてはです、ね、あの感謝を申し上げたいというふうにあの思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いしたいと思います。え次にに、ねえっと、卸売市場について あの伺いたいいたと思いますあの私もあの政務官の時にあの豊洲の中央卸売市場を視察させていただきましたあの最新鋭のですね非常に機能的なあの市場にも圧倒されたわけですけれども一方で,ですねあの全国の,あの卸売市場を見ますとですねあの私も例えば和歌山とか大阪とかああいうところ京都とかですね来ますと老朽化も非常に 目立っておりまして、でまたあの取引量もあの減少しているあの市場も少なくありません。まそこでですね改めてちょっと農水省に確認ですけれども、この卸売市場の役割についてあの農水省としてどのように考えていらっしゃるのか見解を求めたいと思います。水野総括審議官、お答えいたします。 卸売市場は国産生果物の約8割、水産物の約5割を取り扱う地域の農林水産物にとって重要な販路であり、卸売市場法に基づく公正な価格形成の場として重要な機能を担っております。また、多種大量の生鮮食料品等を集荷し、分化する機能を有する物流拠点として、災害時の食料供給インフラとしても大切な役割を果たしております。さらに コールドチェーンの確保による品質衛生管理の高度化、最近ではデジタル技術の活用による物流の効率化、農林水産物の輸出拠点として、先進的な取り組みを示すことも期待されているところでございます熊野聖司君。ありがとうございます。あの今、ご答弁いただきましたように、あの全国の卸売市場は、まあ、物流の,あの拠点でもございますし、またあの災害時。 などの食料供給の観点からも非常に重要なあの役割を担っていると思います。で近年はあの特にコールドチェーンなど機能的な整備の必要性もあの高まっております。でオレ市場の整備はあの長期的な計画であの進められているところがもう大半でございます。あの国からのあの財政的な支援も継続してですねあの行っていく必要があるかというふうに思います。 この卸売市場への支援をですね、ま引き続きもうしっかりとあのやっていただきたいと思います。あの下野政務官ご答弁よろしくお願いいたします。下野農林水産大臣政務官、はい、お答えいたします。委員あのご指摘のとおり、大規模な卸売市場の整備は工事が複数年にわたるものが多く、開設者が適切な 施設整備計画を策定して計画的に整備を進めているところであります農林水産省としましては今後とも卸売市場が重要な機能を維持強化していくために必要な予算の確保にしっかりと努めてまいります熊野誠史君えありがとうございますあの卸売市場非常に僕も大事だとで様々に補正予算等でもですね あの国の方から支援をしていただいているわけですけれども、引き続きよろしくお願いしたいと思います。以上ですありがとうございました